デッドバイプレイヤーとしても、ネアがやったこと、嵐がいるんだよね。二人盤面でハッチも狙わないで、どうしろってな、そんなレベルのやつとゲームさせられてる、こっちは。無理だってもう、突然入ってくんじゃねえよ、まずは。マジで呆れ返る。運営さんに言うのがどうしたらいいの？おう、おい、これなんだよ！アンフォーシンかなんかか、これ。アンフォーシンか。こいつ、アンフォーシンかなんか使ってるの。アンフォーシンかなんか。アンフォーシンかなんか使ってるよ、これ。突然来てびっくりしたわ。アンフォーシンだわ、多分これ。マジで驚くわ。アンフォーシンかなんか使ってるだろ、これ。ピンオンしないわけねえから。マジで驚くわ。これで助けに来ないの。アンフォーシンじゃないと信用しねえっておかしいだろ、これ。アンフォーシン使ってんじゃない、これ。ソードしか思えないけど、これ。アンフォーシン使ってるって分かってたらさ、離れりゃいいじゃん、一旦さ。なんでこんな救助してんの、こいつ。なんでアンフォーシン分かっててこんな救助してんの。どうでもいいけど。マジで驚くぜ。アンフォーシンって分かってたらさ、なおさら、信用しねえんだから。あ？俺分かってねえ、初動で分かってねえから、あれだけど。分かってたらなおさら戦い方違わねえ？なんか俺間違ったこと言ってるかっつ。移動してもらうしかねえだろ。だからいきなり見つかったのか。
わあ、びっくりするわ。突然来るからびっくりするわ。マジでびっくりするわ、突然来るから。全然進まなくなってますけど。しかされても困るからね。アップの声なのかクラウンの声なのかわかんない。なんで漏れるのはいかんの。どこ行った？あれ？あれどこ行った？
ってる。やれるべきことをやるしかない。この辺の3つをなんとか打開しましたけど。こういうやきつことをやって、アッキーみたいなクズ野郎がいいんだぜ。試合放棄して2人場面で、エイダの人がそうでないことは祈りたいけど、普通にハッチ抜けしてくれるかやって、魔法陣とかなんか対応しづらいってことやな。撃ってるってやつだ。やばいね。仕方がないよね。これはこれはヒロちゃんデッドバランスバース、気持ちいい。俺がいれば勝つ。デッドバイのエース、スーパーエース、女神が勝利を呼び込む。それがヒロちゃん。アンフォージンをうまく使われたね。やっぱり、ヒロちゃん。気持ち。